今日実は同期の西園ちぐさと出かけてたんですよ。相談したんですよ私。お、実は今日舞本さんとコラボするんだけど、はい、その時に何話したらいいかなって言ったわけですよ。はいはいはい。そしたら、なんかメンズエステの話したらいいかなって言われて。あ、待て、何なんでしょうね、メンズエステって。ちょっと待って、話せば長くなるし、はい、長くなる話をしたくないから。そこちょっと頑張ってもらって。え、メンズエステって何ですか？私普通にマジで知らないんですけど。ですね、中学生に話したら怒られます。今ので全てを察したのですが。初手に振り込むにしてはやっぱね、でかい手かな。もうちょっとやっぱ3900点とか4000点くらいのなんか振り込みの手をね、考えてくれればいいんですけど、それはね、一発で俺が吹っ飛ぶ手だから。舞本の男気見てみたい。乗れるか。そんな雑なものに。バカ野郎か。リズム感もゴミだったけどね今。何のリズムも乗れてないし、とっちらかってる上にまとまってないものがなんか一生懸命まとめようとしちゃってて雑。いやマジでメンズエステってなんだろう、普通にマッサージ屋さんかなって思ってたから。初手で振っちゃったよね。あ、初手で振っちゃった。あれは成人の皆様に理解あるそのね、なんかラインがあるわけですね。ここまではまあ成人の身であるならば聞いてほしいし笑い話にできるけど、うん、それを女子中学生、まあ同僚とはいえですよ。同僚とはいえそれ後輩に、いや実はこういうサービスがあってねって喋り出したらろくでもないわけですよ。ね、これもやさとされてる。そらいくらあなたがね、うん、配信上で32歳とかいろいろ言われてようが、そこは私 LINE があります。ええ、そこは言わないです。私もなんか、まあ、別のギリギリなんですけど、はいはいはい、燃えるか燃えないかのギリギリのラインの話をすると、うん、実はお私、はい、男の人と、はい、二人っきりでコラボするのマイマイが初めてなんだよね。だだーん、はい、結婚するなら誰としたこんなたちとかね、こういう格付け系でもってこいのものじゃないでしょうか、こちらですね。まあ、そうね、はい、ぴったりよね。ゴーゴー。じゃあね、これね、実はね、うんうん、ゲストさ、やってないと思うじゃん。うん、そうね、これは、うん、まあ、一歩間違えたら燃えるかもしれないっていうリスクもあって ね、うん、こんな熱い、ただね、してくれたんですよ、今回。うえ、はい、誰誰。はい、今回の犠牲者。でけ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 。言えますね。はい。ダン。本当にありがとうございます。あ、本当に。本当にありがとうございます。はい、本当にありがとうございます。いやマジで大丈夫かよ。いや本当にありがとうございます。ありがとうございます。お世話になってます。本当に。皆さん、これね、まだ燃やすのは早いですよ、皆さん。すぐ燃やすのやめてくださいね。これ、理由ちゃんとあって。あ、はいはいはい。聞こう。ちゃんと聞こう、はい、そこ、大事。理由、じゃあ、聞かせるんじゃなくて、見せた方が早いと思うので、ちょっと皆さん、画面に注目していただいてよろしいでしょうか。はい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 。はい、それでは、ちょっと、映させていただきますね。何これ。何これ。これ、もしかして。まさかの、もしかしてこれは抽選。もしかしてこれ新しいやつを自慢したいだけじゃなくて、これは、これははい、くじ引きですね。はい、逃げるな、マイモト。逃げるな。ちゃんと答えろ。ランダム。あれれれ、ヒスピ、私が1位だから嫉妬してんじゃないの。あれれ、いや、どうぞ。あれ、あ、どうぞ。なんだよ。どうぞ。電話かけていい。え、電話かけていい。もしもし。もしもし。なんすか。まいまい。へーって何。
前前あ、切られた切られた切られたんだけど、マイマイ、何マイマイ、なんで電話切るのなんで電話切るのなんで無視すんの。ツイッターでも多分あれだ、えそろそろ前元に記事のあれが上がるからちょっと待って力一さんの方がやっぱ大切なんだ。それはそう知ってた。力一以上に大切なメンバーが2時3時で見るかって言われたら、リチャつくな。俺やっぱね、力一以上はないよね、やっぱイチャつくな、うん、私の配信で。俺はね、力一以上に大切な人間いないよね、うん、いや2冊で誰が一番好きですかって言ったらまあ力一って答えてくのがいいよね。2番目は力一ってか、あいつは書かんかもしれない。2番目は2番目23じゃないね。うん、いろいろあるけどそうだな。ひお人に順位つけるのってよくないと思う。うんうん、そうだね、そうだね、うん、そうだね、うん、力一さんも一番だね。硬い消去法でデビュー、いや、さよかな。あ、うん、あ、さよちゃん先輩、さよかな、勝てねえ。私もケイスケって呼んだ方がいいんか。やつも割と唐突にケイスケって呼んでじゃあ私今度リキッチさんと出かけてくるわ。前々置いて。それはなんかいろいろ俺もモヤモヤする。おえーって、えーそうなんだ。あ、一番聞く方法見っけちゃったの。おい、来てるの分かってるぞお前。まいまい、なんだよ、どうした、デレデレしてたね。うん、あのな、確かに、うん、皮膚弾よりもテンションは高かったなと反省はしてるわ。あ、だよね、今ね。うん、デレデレしてたよね。ちょっとね、私たちもさね、何、そろそろ作ろうよ。何をね、そろそろじゃないかなって思ってんだよね。新しいポケカのデッキとか。ポケカやってねえよ。お、いやいや、もう別にだって お前が作ってくれなくてもいいもん。俺に作ってくれれば別にいいからね。俺は別にそれで満足できるから、作ろうよって言ったら、お、なんだろう、黒馬バドレックスかなとか思ったもん、今。今ね、黒馬バドレックス組もうとするとね、そらすんじゃないよ。いや、何え、うん、何を作るのところで。いや、子供って言いたいんだけど、そうじゃなくて、あの、うん、コラボ名をそろそろ作りませんか。あー、なるほど。俺好きじゃないの、はい、コラボ名つけるの。あ、じゃあ作ろう。やだってやだやだ、いや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 、それがね、もうあの縛りになるからね。やだやだ、俺もうそういうのが好きじゃないから、俺つけてないんだから。コラボ名嫌いなんだって。やだ、作りたいの。やだやだやだ、きっしょいわ、きっしょ。あ、じゃあ私の誕生日ね、それ。私の誕生日プレゼントにして、それ。いつ4月10日。え、覚えてないの。覚えてないよ。俺ライバーの誕生日覚えてないもん。あの、俺の前後に4月13、覚えて、今一瞬で。 あ、はい、4月13ね、うんうんうん、俺のね、前後にね、藍園と小沢くんがいるっていうのはすごい覚えてて、で、ちょっと前に麦ちゃんとか、あと、うんうん、ベルがいるっていうのは覚えてんだよ、うんうん、あの誕生日、うん、それぐらいしか覚えてない。覚えて、今日覚えたね。あ、今日誕生日プレゼント持ってきたんですよ。何、あの、お手紙をちょっと書いてきます。重いし、キショイって。なんでキショイって言うの、広くない？いやいや、まあまあまあ、じゃあありがとう、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 うん、ありがとう、ありがとう、うん、ねね、じゃあ聞くわ、聞く、聞きます。いい感じの音楽流しておいてね。 OK、 はい、マイマイへ。私たちの出会いはデビュー決まった知能に入学させてくれたところから始まりましたね。うん、
ねえ、ね、何見えてるの？何か何が見えてる？じゃあいい感じの音楽流せって言うだから俺は今ちょっと大丈夫。お前が見てる映像ではなんか音は違うかもしれんけど、俺はちゃんといい感じの今ムーディーなやつを流してる。見えてるから。だ大丈夫。信頼してる。本当はそこ跳ねショーとかよかったって言ってましたね。おかしいな、今俺スターダストずっと流してんだけど、聞こえんって言われたけど。はい、差は広がってしまうけれど、愛と情は深まると思っています。これからもたくさん一緒にライバー人生歩んでいきましょうね。ヒスピより。ありがとう。あ、なんか全然聞こえてないらしいけど大丈夫ですかね。大丈夫、俺の心にはしっかり響いたよ。でなんであのやっぱさ、こうね、大事なお手紙っていうのをね、みんなの前で聞いてもらいたいっていう部分もあるものの、やっぱ、俺だけが聞きたいみたいなところが、暴走したかったんだね。そう、独り占めしたかったっていう思いが出た結果、スターダストで書き消したよ。あの気持ち悪さを俺で止めるっていうわけじゃなくてね。違う、違いますよ。そんな俺が北浩二のことをそんな悩みするわけないじゃないですか。最近呼ぶよね。